そしてここを出ますとね、左手に新都内の駅
何も見えないよ、そこ。ほんとだ。うわー、すごい。17。あ、ここ、ここ。そしてここを出ますとね、左手に新華内の駅舎見えてまいるんですが、この駅舎は大正14年製造となっておりましてね、今年で97年目を迎えております。ということで有形文化財に指定されておりますね。でちょうどね、右手トーマスを後に立ちましてね、振り返りながら私たちは飯山駅へと向かってまいります。というところで本日の車両ね、 C10 型8号機のご案内です。まあ、覚えてお帰りになる方はね、メモ用紙、鉛筆をご用意ください。よろしいですか。今日の C10 型8号機なんですが、製造は昭和5年となっておりますね。昭和5年製造です。そしてこの C10 型としてはね、日本ではこの肥料の具となっておりまして、ね、大変重要な機械所となっております。一人で三役のための飲み物、ね、でそして、ね、今日のこの C 型ですが、各地を転々とした後、昭和36年に廃車となってしまったんですが、まあ、それでは、ね、大変もったいないということで、昭和62年に復活しました。当社やってきましたのが、平成9年の、10月の14日に復活しておりますね。あれ、リクチャール機関車となっております。そして3両のご案内なんですが、先頭の3号車は昭和16年製造です。で真ん中の2号車は昭和21年、そして一番相対強い日比谷駅、合格駅、そして角戸駅と通過ですが、この角戸駅ね、2年ほど前に完成となりまして、一番新しい駅となっております。ちょうど新高校左手通過するんで、まあ、よかったらね、車内より手を振ってお分かりをしましょう。だんだん時間が経ちましたね、車内が暖かくなってきますのでね、まあ、まだ結構経って結構なんですが、トンネル入りますと大変冷たい風が入ります。窓を閉めていただくと助かります、ね、また窓を開ける際ね、外と後ろの前の方に声をかけていただくと助かります。外の中に風を見てますと、あまり風がないようですね。本当に暖かい土曜日となって、合格駅、まあ、昔は5階駅だったんですが、
こちらの駅より島田高校まで通ったんですね。大変懐かしい駅、まもなく通過となります。もしかしたら立ち寄ったかもしれませんね。はい、それまもなくね、左手、角で駅通過でございます。角で駅ですね。合格した後の角で駅。はい、ただいま、平野も走っておるんですが、あと 2,3 分いたしますとね、三冠へと入ります。三冠へ入りますとちょっとね、横揺れがきつくなりますんで、お弁当を食べている方ね、お飲み物とは十分お気を付けください。最初のトンネルですね。まあ、雰囲気は味わってください。まあ、よかったらね、2番目のトンネルで撮影をお願いいたします。で、この先ね、すぐなんですが、2番目のトンネルを撮影するカメラ裏なんですが、まあ、一番下のね、歩くこの床、廊下、通路と椅子、両サイドの椅子ね、天井のこの白熱を入れるとね、いい写真が撮れますね。はい、左手ね、たぬき村看板が見えてきましたね。はい、滋賀県の信楽駅のたぬきとなっております。それでこの先が670m、一番長いトンネル入りますんで、まだ開けてる方ね、気をつけてください。また写真撮影終点、家山、終点の家山に到着です。お出口は右側です。電車の扉は自動式です。
扉は列車が完全に止まってから手で開けてください。列車とホームの間、今段差がございますので、お降りの際は足元をお気をつけください。また家の前にはゴミ箱ございません。車内で出ましたゴミは座席の上に置いてください。座席の下座席に出られますと私の身を見落としますので、ゴミなどは座席の上に置いていただきますようご協力をお願いいたします。まもなく終点家山に到着です。お出口は右側です。列車の扉は指導式です。扉は列車が完全に止まりましたら出てあげてお降りください。ご利用のお客様は12時35分発の電車代行。
それでこの宮本駅から終点出荷まで行くまで所要時間は約28分となっておりますね。あっという間に着いてしまいます。そして、今日ね、三号車の会社の初めて乗り出したと思うんですが、ここで車両の紹介です。紹介どうも。今日は三号車の会社のね、こういう方が来るときに乗っておられましたので、聞いていると思うんですが、よかったらもう一回ね、お聞き直してください。それが先頭の1号車は昭和23年製造、真ん中の2号車が昭和21年製造です。そして1号車の3号車は昭和16年製造となっております。そしてこの1号車の3号車はね、とても車両となっております。Thank you.
ご案内をお聞きいただきましてありがとうございます。
旅は訪れ着くまでは終わっておりませんので、どうぞ気をつけてお帰りください。今日は今日は一時空港で進めていただきましたかなと思います。失礼いたします。パパと一緒に出よう。